死だ。ちょっと待って、すぐ結び終わるから。お前だよな。 D クラスの参加表を C クラスにリークした裏切り者は。やだな綾野浩二くん、いきなりどうしたの。冗談にしてもひどいよ。参加表をお前が携帯で撮影するところを見た。忘れないために記録しただけだよ。決め手なら参加表が漏れることは分かってたんだよね。じゃあどうして後で参加表を変えなかったの。無意味だ。裏切り者が D クラスの生徒ならどうにでもなる。というと D クラスの生徒なら参加表をいつでも見るはずだ。本当の参加表を隠しといてさ、ギリギリに提出していれば後からそれを見た人が何かしようとしても、そんなことしたら後で他の人たちが混乱しちゃうか、うん、わざわざリストを見に来た生徒がいなかったかどうか。やっぱりただものじゃないんだ綾野浩二くんって。バレちゃったら仕方ない。綾野浩二くんはこのこと誰にも話せないでしょ。覚えてる、指紋付きの制服。確かに俺にはお前が犯人だと突き出すことはできない。